パパンダイアンさんは、インドネシア西ジャワ州バンドン南東のガルトに存在する清掃火山である。ガルトの町からは、南西約十五キロメートルに位置している。山頂には活発な噴気口がある四つの大きな火口がある。七百七十二年の噴火では、北東部の斜面が山体崩壊を起こし、壊滅的な岩坊な誰により40の村が破壊され、3 0人近くが、 死亡した。噴火により、山体は二つの山頂とアルガーレン河口と呼ばれる幅1 1トルの平坦な領域に切り取られ、双子の火山のような姿となった。ピークの一つがパパンダヤン山と呼ばれ、もう一方はプンタン山と呼ばれている。パパンダヤン山は大規模な複合火山である。溶岩と過去数百年にわたる爆発的な噴火によってもたらされた。 火山灰などの火山砕設物が交互に積み重なった層を形成している。北東方向に伸びた大きな馬底形の火口が火山歴や岩海などの混合物からなる岩屑な、だれによる堆積物をもたらし、火山内の間抜く火口などでは内部の噴気口から高温の蒸気や噴煙を発生させている。1772年の噴火以降、2002年11月に 爆発的な噴火が始まる前までは小規模な水蒸気爆発が記録されていたのみであったが、近年では火山活動が非常に活発になってきている。2011年8月13日、山頂火口の地表面で測定されたに、酸化炭素ガスが非常に高い割合を示し、火山早期警戒システムのステータスがレベル2の注意喚起からレベル3の警報へと引き上げられた。 観光客を含む人々は標高2665メートルのパパンダヤン山の黄色い河口から少なくとも2キロメートル以上離れることを求められた。2011年9月2日、インドネシア火山地質災害軽減局は他の火山活動の兆候とともに多数の震源の浅い火山性地震が観測されたと発表した。インドネシア国家防災庁の広報担当者は パパンダヤン山が噴火した場合、近くの5つの地区と20の村に住んでいる17万人以上が影響を受ける可能性があると述べた。影響を受ける可能性のある人々のうち、おそらく1万1500人が避難する必要があると予想された。パパンダヤン山を訪れる観光客は、クレーターを横断し、泥水泉、噴気口、自然硫黄などを観察することが可能である。 加工の髪型では、ドワーフ林や、ジャワニーズエーデルワイスの植生が見られる。また、バンドンの南部には、パパンダヤン山と同様な様々な火山が存在する。同じ地域で、比較的簡単にアクセス可能なもう一つの火山は、パパンダヤン山の西のバンドン県に位置する川プティである。ありがとうございます。